田さんか毛ガニおじさんかぐらいな感じで。そうなんですか。そうなんです。あ、畑さんっていう方がうまくて、うん、その人と互角の。そう、もしくは互角か若干僕の方が上かもしれない上あ、それは分かんないですけど、まあ、分かんないけど、ね、ただじゃあ俺ね、利き手では投げれるよ、うん、左手で、うわ無理やわ。だって両方どうやったらできるの。いやもうこれはもう練習量なんとなくこの感覚だよね。いやだからその感覚がやっぱ凡人には、いやキャスト回数でない。そういうことか。だから左手で投げることないからね俺。まあでもたまにはそうやってなんか変な方に右手で行く時もある。ああ、波が吹く時も右手も左手もできるんですか。左利きだからもともと。そういうこと言ったら代弁する時は左手で。ああ、代弁おじさん。代弁おじさんは左で髪を持って吹く。自分で落とさない方がいいですよ。キャラネさん歯を磨く時は右手。あ、でも汚い方。いや今ねちょっと今までいい感じ来たんでいきなり代弁おじさん。代弁おじさんは左手。急に自分で落とし落とし始めたね。ちょっとエムっ気もあったっていう。一時期会心おじさんっていう噂もあってで俺はそれ止めたんです。そんなことないと。じゃあインターネットであることないこと言ってくる人いるのよ。やっぱ有名になると。そう、あとあの人は損得勘定しか考えないとか。そんな人おったね。一時メリットおじさんってあだ名つけられてて、メリットがないものには一切見向きしないって。実際どうなんですか。そうそう、まあ、あれはちょっと大げさにやる。ちょっとまあ話もだいぶ戻るけど、ね、なるほど。そうそうそう、まあ、でも大体誰でもメリットとか、ね、そうだね、考えるとやっぱ損得考えちゃいます。損得考えちゃいます。まあそういう感じで今日はもいやいや感動ですか。ちょっとケガニおじさんが魚を釣るシーンが見てみたい。いや撮りたいな、はい、今度お金いります。俺一回ケガニさんこうカメラ持って同行させてもらえないですか。ずっとカメラ持って。いやそれ悪いじゃん。いやそら 逆に喜びですよ。その一日勉強、まあ、3時間あれば40分多分釣れると思うよ。はあ、ちょっと通ってみて、はいはいはい、大体パターンがなんかよく分かってきて。なるほど。やっぱり今のポイントだと。でもポイントが日々変わったりもするんですかね。まあ、来てみて、まあ、この風の感覚とかね、はい、太陽の位置とか、まあ、なんとなくそうなんですよ。分かってきて。先日ね俺あそこの下流の角の奥で53釣りました。動画、うん、動画まだ出てないかな。53これの突き当たりのところ。俺何回行っても釣れない、うん、ね回遊してくるときにパッてあったのかな、まあ、53センチがポッと2匹、51と53ぐらいかな。一人でまた動画これおいおい。時間帯は夕方ですね。まあ早朝ちょっと朝僕弱いん で、まあでね、だからでもねあの角で釣れたの初めてかな。これの突き当たり結構歩く。そうそう、結構ねずっと歩いて突き当たりのところに、うん、角のとこでバーンって2匹連続。いいじゃん。うん、そう、いつもね釣れなかったんだけど、おここも来ることあるんだなっつって。そうそうそう、護岸際っていうかが普通に投げて巻いてた。うわ跳ねた跳ねた。急にさ今跳ねてる。何あれ今ボラッコ2メーターが飛びましたよね。はい、何あれ稲っこバスじゃなかった。はい、こんなんでした。なんだろうな。ちょっとバス釣り YouTuber の方に僕出会えて感動してるんですけど。あー、違うね。なんか東海で一番有名なシャーベットさんもいるって聞いて、あーちょっといる感じだ、ね、震えてきたんですけど。ちょっと声をやばいっすよね。いややばいっていうか今ナンバーワンで、こうちゃんもさ YouTuber としては今そこそこ長売れてきてるとこだから。うん、まあ、でもこれただ毛ガニおじさんいるから安心だわ。本当ですね。ああ気が楽ですね。そう、YouTuber として格が広いんで。ありがとうございます。まあ、多分歩いたら、まあ、ちょっとガードしますよね。ガードというかやっぱり、いや僕たちが守らないといけない。ああそうやな。そうすごい話しかけられると思うんで。そう、はい、さっきもねファンの人が今そっち歩いとったらさ、うん、声かけられた。めっちゃ声かけられて無断撮影はダメです。いや、はい、僕が守りますんで。ありがとうございます。じゃあ魚釣りながら、はい、やっていきましょう。はい、メガニおじさんにいろいろ教えてもらいながら。あ、そうだね、打ち方が俺らも分かんないから、はい、まだ初心者なんで、うん、この辺釣れそうだね。アングラの方が結構なんですよ。右2人がシャーベットさん。シャーベットさんマジですか。ですよね。ちょっとじゃあ挨拶してみよう。シャーベットさんいる。俺が後ろに乗ったら隠れた。いやちょっとシャーベットさんいる。ちょっとびっくりしちゃいました。ケガニおじさん今東海地方でナンバーワンバス釣り YouTuber として。いや超有名です。五山大江では今トップじゃないですか。いや再生回数的にはね。はい、乗りに乗ってますよ。いやー、すみません、じゃあちょっとお名前、常さん。あ、僕常です。
動画見させてもらってます。すごい、はい、めちゃくちゃ釣ってますよね。三川でもそういうイメージになってる。いやでも坊主はないですか、ね、はい、ちょっと方がすごいですね。毎日ちょっとでもな釣り行ってるから買いそうです。この声で、この声ですわ。あ、やっぱり釣りのキャリアが何十年されてるって噂で聞いたんですか。30年ぐらいです、ね。あ、それはちょっとレベルが違うかもしれない、ね、中学生からやってるようね。はい、いや、つ、つねさんっていう、あ、そうそう、キムさん、つねさんで、キムさん代表です。うわー、普通にご飯食べれます、キムです。パクッ、あははははは、恥ずかしい。あ、いや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 、いやサービステーション素晴らしいですね。こんなところでちょっと、あ、で、あの初対面ですか、毛ガニおじさんとは。はい、はい、僕は初対面。あ、毛ガニおじさんとは、サボさんとのコラボ動画見させてもらいます。あ、おサボリーマン、ギアニおじさん、 あとコリンコリンコーちゃんさんっていうバス釣り YouTuber の方。はじめまして、はじめまして、コリンコリンコーちゃん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 。いや、今日3チャンネル合同コラボみたいになって、やばいよね。あの、今日は釣果はどうでしたか、キムさんは。めっちゃ熱い。え、サイズは30後半と、はい、25 すごいですね。あの、キムさんは毎週月曜日とか結構来られる。そうですね、僕は 月曜日に、あの、8月2日に毛ガニおじさんのふれあいフィッシングってあるんで、はい、もしよかったらぜひ。ああ、そうなんですね。はい、8月ちょっと月曜日、あの、今用事がもちろん合えばなんですけど。あ、分かりました。あの、顔出してもらうだけでも、ね、そうそう、あの、10分おーっていうぐらいで。おお、今度気になし始めてな、おーいと思って。あ、もしよかったら、あ、ね、あの、1時間でもちょっと参加し、僕はちょっと行かないですけど。あ、そうなんですか。はい、あの、ケガニおじさんが主催で、あと多分、あれ行くとか言ってなかった。いや、8月2日行かない、仕事仕事だから。あの、まあ、あと後日、あの、結構僕ポンちゃんさんの大ファンなんで、あの、僕と、あの、まあ、こうちゃんさんの日に違えばなんですけど、毛ガニおじさんとキムさんと、まあ、常さんとポンちゃんさんで、このバス釣り対決みたいな、あの、3時間勝負で、で、あの、まあ、罰ゲームとかない、まあ、誰が最大、まあ、バス釣り対決みたいな、ちょっとやらさせていただければ。いや、今日ちょっと自分も化けの皮が剥がれちゃう。ということで、今日ありがとうございました。すいません、通りすがりで声かけてしまって。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど、はい、いや、今日嬉しいですよ、毛ガニおじさんと会えて、こうちゃんさんと会えて。今度シャーベットヘアさん、うわうわー、すごいじゃないですか。え、これ普段販売されてるやつですか。これはお配りしてるんです。まあ、なんかシリーズがあって、ええ、あ、シリーズがあるんです。そうです、そうです。わあ、すごいっすね。今なんか、あ、ビックリマン、さすがクオリティが高いです。ビックリマンシール、うわー、ありがとうございます。いやちょっと、これも僕の、え、なんですか。あ、じゃあこれもちょっとこれグダグダ話でちょっと。あ、すいません、ありがとうございます。一応全部防水になってます。あ、わあ、素晴らしい。じゃあ今度ぜひちょっとバス釣り対決、あのメール、あの、相互フォローになったんで、あの連絡していただければお願いいたします。そのとんでもない方とシャーベットさん、自分もね、シャーベットさんと毛ガニおじさん、あとこうちゃんさんも、みんなバス釣り YouTuber じゃないですか。みんなそうだね。子供たちがやっぱりバス釣りでご飯が食べれるってこと気づいてもらって、ね、釣りでご飯食べれるんですよね。今そういう時代になってきちゃったね。だから趣味を追求していけば、うん、十分ご飯食べれるんですよね。確かにそうだね、うん、もういけるでしょこれ。いける、これいけますよ。マジで、ほら、プリプリな。うわ、ほら、じゃあいただきます、生姜醤油で。うまいよ。